こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人のダウンの着こなし方徹底解説というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあさすがにですね、暖冬といっても最近は寒くなってきましたので、まあコートもいいけども、そろそろダウンをですね本格的に着たいなという方増えてきてるんじゃないのかなと思います。まあダウンというアイテムというのはですね、僕たちにとっては身近なアイテムなんですが、まあ実はですね、アイテム単体で見てみるとそれなりに癖があって、なかなか着こなすのが難しいアイテムだなというのは個人的にも実感してるんですね。というのも、冬のアウターというのはロング丈のコートとダウンの二大巨頭なわけなんですが、まあロング丈のコートの方が丈が長めでスラッとしてるので、綺麗めで大人っぽく上品に見えやすいという特徴があるんですね。一方でダウンというのは着丈も短いしボリューミーなので、こう膨らんで見えるんですね。まあスタイルも決してよく見えるものではないので、着方次第ではすごくやぼったく見えてしまうものなので、まあ何気なく着てるダウンなんですが、意外と注意すべきところは多いのかなと思います。そこで今回の動画では、大人の男性がダウンを着る際にこのようなところは気をつけていただきたいという項目をですね、しっかりと整理をして、まずはお伝えしたいなと思います。その上でどのようなダウンを選んで、どのように着こなしを構成すればいいのか、このあたりもですね、ある程度ルールがあるので、実はそんなに難しくないんですね。 NG 例を抑えて、その上で OK の部分をですね、しっかりと取り入れていただければ、まずダウンの着こなしで失敗することがないので、まあぜひ今回の動画をですね、一つ参考しながら、昨年のダウンのスタイルよりもですね、ぜひ皆さんもアップデートしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に大人のダウンの着こなし方を皆さんに徹底的に解説をしていきたいなと思ってるんですが、まずはですね、どのようなダウンを選ぶべきなのか、ここもですね、さらりとお伝えしておきたいなと思います。まあ過去にもですね、おすすめのダウンの動画を上げていますので、まあそちらも見ていただきたいなと思うんですが、大人の男性が選ぶべきダウンというのは、デザイン的にはすごくベーシックで使いやすいものが良くて、ダウン特有のですね、ステッチですね、これが細かく入ってるものはですね、かなりカジュアルに見えるので、ステッチが極力見えないような、表面がサラリとしているようなものの方が使い勝手がいいかなと思います。で、ブランドロゴとかもできればない方が様々な着こなしには使いやすいかなと思うんですね。もちろんですね、ノースペースをはじめとしたようなアウトドアブランドのものなんかは、ブランドの持つ世界観も含めてファンも多いので、大人の男性にもおすすめできるんですが、まあそれ以外のロゴに関しては結構ですね、それなりのパワーがあったりするので、まあできればプレーンなロゴがないものがいいかなと思います。まあ具体的にはですね、僕の動画の中でよくご紹介してるのはこちらですね、ビューティー&ユースのですね、ダウンですね。これ僕も持ってるので後ほど着てみたいなと思うんですが、こういったスマートなダウンですね、木を照らった部分がなくて大人っぽくシャープに見えるようなダウンを選ぶのがまず間違いがないかなと思います。もしくはこちらのようなユニクロのハイブリッドダウンパーカーですね、このあたりも大人見えするような上品なダウンとしては皆さんにお勧めできるものの一つかなと思っています。まあ、このようなベーシックなダウンですね、で色の選択肢なんですけども、これまたカラバリ豊富だったりするんですが、個人的にお勧めしたいのはブラックオアオリーブですね。この2つでまず間違いがないかなと思います。まあアウターというのはやっぱり着こなしの中でもすごく目立つものですし、なおかつダウンとなると1着あたりの単価が安くはないですよね。そうなるとできればですね、鉄板のカラーを買って、あとは合わせ方でバリエーションを作っていった方がいいかなと思います。一方で極端な話、このダウンの色ですね、赤だとかオレンジだとかブルーだとか、パキッとしたような色合いのものを選んでしまうと、ダウン自体が主張してしまって、あ、またあのダウン着てるなという印象になってしまうので、ダウン自体の色合いとしてはまずブラックが王道かなと思います。もしくはちょっとこう変化球を出したいのであれば、オリーブ系ですね。このあたりも意外と使い勝手がいいんですね。まあ多くの男性がダウンを選ぶときに、ブラックかネイビーかダークグレー、このあたりを選ぶので、まあそことの違いを出すという意味では、オリーブはすごく使いやすいですし、意外とコーディネート自体も難しくないので、まあこの2択かなと思います。まあブラックですね。まあブラックの中にはネイビーやダークグレーも含んでもいいと思います。濃いめの色か、もしくはオリーブのような、ちょっとクロート感のある色か、このあたりを選んでいただければいいかなと思うので、まずはこのベースの部分、ぜひ覚えておいていただければなと思っています。
続いてダウンにはどのようなアイテムを合わせればいいのか、ここについて解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、先ほどもちょっと触れた通り、ダウンというアイテムはですね、綺麗めとカジュアルという2つの分類があるとしたら、圧倒的にカジュアルなアイテムなんですね。着丈が短いアウターで、なおかつシルエットにボリューム感があるというところでは、カジュアルなアイテムになります。まあ、この主役級になるダウンというアイテムがカジュアルなので、それ以外のアイテムに関しては、割と綺麗めな方向に振ってた方がバランスが取りやすいんですね。一方で合わないアイテムというのがありまして、例えばこんな感じですね。僕が再現してみました。例えばダウン自体の色もですね、ちょっとこうグリーン系で少しエッジが効いていて、ダウンのステッチもしっかり入っています。それに対してカジュアルなパーカーを合わせたりだとか、でボトムスに関してもですね、ジーンズだとかチノパンのようなカジュアルなものを合わせてしまうと、もう全身がドカジュアルになってしまうので、これはダウンの着こなしとしては非常に難易度が高く難しい感じになってしまうかなと思います。じゃあどのようにですねアイテムを選べばいいのかというと、まずはダウンに対してどのようなボトムスを選べばいいのかというところを押さえておいていただきたいなと思います。ブラックのダウンに対して最も相性がいいボトムスというのは、個人的にはグレー系のパンツだなと思っています。ブラックとグレーというのはモノトーンでハマりがいいですし、上下で色の差も出すことができるので退屈にもなりすぎないというところでは、鉄板で使いやすいのがブラックのダウンに対してグレーのボトムスという組み合わせになります。続いてブラックのダウンに対して少し明るさを出したいなという時には、まあ、こちらのようなホワイト系のパンツを合わせるという着こなしですね。これも僕の動画の中ではよくやってるので、皆さんもですね見覚えがあるかなと思います。ダウンの着こなしってどうしても単調に見えがちなので、ボトムスのカラーをちょっと思い切ってホワイトを持ってくることで意外性もありますし、パッと華やかな印象になるので意外と相性がいいんですね。なのでブラックのダウンに対してオフホワイト系のパンツというのは相性がいいかなと思います。一方でブラックのダウンに対してブラックのボトムスが合わないのかというと、まあ、ちょっとこう全体的に重めにはなるんですが、合わないことはないです。もうこのような一色でコーディネートするというのもですね悪くはないので、まあ三つ目の候補として覚えておくといいんじゃないのかなと思います。一方でオリーブのダウンに対して合うボトムスのナンバーワンはブラックで間違いがないかなと思います。オリーブというですねちょっとやぼったいカラーを引き締めるという意味ではブラックが最も相性がいいので、まあ、これだけ覚えておけば間違いがないというところではブラックのパンツかなと思います。一方で先ほど出てきましたホワイト系のパンツも相性がいいです。オリーブの持つやぼったさをホワイトのパンツの爽やかさでうまく中和するというところですね。これも相性がいいのでバランスがいいかなと思います。あとはオリーブのダウンに対してグレーのパンツも相性がいいので、まあ、ボトムスに関しては黒、白、グレー、このモノトーンの3色持っておけばまず間違いがないというところは押さえておいていただければなと思っています。続いてダウンの下に着るトップスですね。これ何がいいのかというと、結構結論は出ていまして、丸首のニットでまず間違いがないかなと思っています。冬のトップスとして結構代表的なのはスウェットかパーカーか丸首のニットか、このあたりになってくるかなと思うんですね。まあ、もちろんシャツを着るっていうのもあるんですが、ダウンを脱いでシャツ1枚だとちょっとやっぱり寒いので、そうなるとちょっと厚手のですねパーカーだとかスウェットだとかニット、このあたりがハマってくるかなと思います。まあ、その中で冒頭にもお伝えした通り、ダウンのカジュアルさをある程度綺麗な雰囲気で中和するためには丸首のニットが最も相性がいいんですね。一方で相性が良くないのがフード付きのパーカーです。これ結構やりがちなんですが、パーカーにフードがついていて、その上にまたですねダウンのフードがついているという着こなしはフードが二重になるのでやぼったく見えるので、これは避けておいた方がいいんじゃないのかなと思います。まあ、パーカーを着るのであれば、その上に着るものはチェスターコートだとかステンカラーコートのような襟元にそんなにボリュームがないものですね。フードが2枚重ねにならないというところはぜひですね覚えておいていただければなと思っています。で、丸首のニットがこれ一番ですねダウンには合うわけなんですね。まあ、それぞれですねカラーについて見ていきましょう。ブラックのダウンに対してグレーのボトムスを持ってきました。そうしたらその内側に来るニットとしては、まあ、様々な色が合うんですが、ホワイトだとかライトグレーのようなちょっと明るめのカラーを持ってきてあげると最もハマりがいいと思います。ブラックのダウンにグレーのパンツというところで色としてはちょっと重めなので、内側に着るものにちょっと綺麗な色ですね、オフホワイトだとかライトグレーを持ってくるとですね重たすぎない印象になりますし、もう少し華やかさを出すのであればロイヤルブルーだとか
か、ダークグリーンだとか、このあたりのですね、差し色になるような色を持ってきてあげるのも、なかなかハマりがいいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思います。一方で、ブラックのダウンに対して、ホワイトのパンツを合わせた時の内側ですね。これに関しては、まあ、パンツ自体がホワイトというところで、一つアクセント要素になっていますので、それに対してニットまでちょっと派手にしてしまうと、ややうるさいかなという感じもするので、シンプルにダウンの色と合わせながら、ネイビーですとか、ブラックですとか、ダークグレーのような濃い色のニットを合わせてあげるのが、一番ハマりがいいかなと思います。まあ、こうすれば、アクセント要素はホワイトのパンツだけに絞られるので、非常にバランスが良くなってくるかなと思います。一方で黒ダウンに対して黒パンという組み合わせに関しては、内側に着るニットですね、ブラック、ネイビー、ダークグレーだともう全身重たくなってしまうので、グレーのボトムスと合わせた時と同じようにですね、ホワイトだとかライトグレーだとかのような明るい色か差し色ですね、このあたりはロイヤルブルーだとかグリーン系だとか、思い切ってレッドのニットなんかを持ってきても意外と相性が良かったりするので、このあたりの色合いで華やかさを出してあげればまず間違いがないかなと思います。一方でオリーブのですねダウンに対してブラックのボトムスの時にはどんなニットが合うのかというと、これまたオフホワイトかライトグレーぐらいの明るい色ですね。これが一番相性がいいんですね。オリーブのダウンに対していろいろとニットをですね、僕の中でも実験して着てみたんですが、やっぱり爽やかに見えるような色合いが最も相性がいいなというのはですね、改めて実感しました。なので明るい色のホワイトかオフホワイトかライトグレー、このあたりで合わせていただければなと思います。一方でオリーブのダウンに対して白パンを合わせる場合には、ニットの色はやっぱりちょっと濃いめの方がいいと思います。ブラックだとかネイビーのような濃い色で上半身をまとめてボトムスで爽やかさを出すという着こなしですね。まあ、これも事例見ていただきたいなと思うんですが、このあたりでやればまず間違いなく収まるので、こういった着こなしも想定できるかなと思います。やっぱりこのオリーブのダウンというものをですね、うまく活かすためにはホワイトのような爽やかな色か、もしくはブラック、ネイビー、ダークグレーのような濃い色で引き締めるか、このあたりがやっぱり効いてくるので、こんな形でコーディネートしていただければまず間違いがないかなと思います。まあ、こんな感じでしょうかね。まあ、ダウンといっても実はですね、着こなし方はそんなに難しくなくて、内側に着るニットをどうするのか、ボトムスをどうするのか、このあたりさえ押さえておけば、まあ、いろんな着こなし方のバリエーションが作れるんですね。あとは最後に靴ですね。このあたりはですね、先日靴のコーディネートの方法について動画を出しましたので、まあ、そちらを参照しながらですね、決めていただくとすごくわかりやすいかなと思います。まあ、ここではわかりやすく、ボトムスの色との相性で見ていくといいかなと思ってるんですが、まあ、ブラック系のパンツを履いてる時には結構足元が暗くなるので、ホワイト系のレザースニーカーでまとめてあげるといいと思います。あとはグレー系のパンツに対してもホワイトのスニーカーなんかもいいですし、ブラックのモカシン系のシューズでちょっと引き締めてあげるのもいいと思います。で、ホワイト系のパンツはちょっとキザっぽく見えるので柔らかくつなげるという意味で、ライトグレーのですねニューバランスのスニーカーとかが合わせやすいので、そのあたりを選んでいただければまず間違いがないかなと思います。まあ、こんな形でダウンに合わせるニットとボトムスと靴さえ覚えておけば、まず失敗することがないので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人のダウンコーデ徹底解説というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、コーディネートというとちょっと難しく感じるかもしれませんが、まず大切なのはそもそものアイテム自体ですね。まあ、素材となるアイテム自体をちゃんと丁寧に揃えていくことですね。ここで失敗してしまうとコーディネートで取り返すのがなかなか難しいので、ダウンを選ぶ際には先ほどお伝えしたような、まあ、ビューティー&ユースだとかユニクロのような大人っぽくてプレーンなタイプを選ぶと間違いがないかなと思います。その上でニットとボトムス、靴ですね、このあたりも実は出てくるものって限られてくるかなと思うんですね。ニットだったら明るい色ですね、ホワイトかライトグレーのような明るい色、もしくは深めの色ですね、ネイビー、ブラック、ダークグレーみたいなもの、さらには差し色になるようなロイヤルブルーだとかグリーンだとか、あとはレッドとかもいいかなと思いますね。こういった色ですね、このあたりはお手持ちのダウンとの相性を考えてみたりだとか、あとは皆さんのですねお好みで選んでいただくのがいいかなと思います。であとはボトムスですね、これも出てくるものが限られていまして、ブラック、ホワイト、グレーですね、この3つがあればもう十分すぎる
ぐらいですね、着こなしのバリエーションが広がるかなと思うんですね。あとは靴に関しても、白レザースニーカー、グレーのニューバランスのスニーカー、それに加えてブラック系のモヒカシンがあれば、もう最高かなという感じですかね。実はそんなにアイテム数も必要ないですし、これらのアイテムを組み合わせ変えるだけで、様々なコーディネートが完成するので、ぜひ皆さんもお楽しみいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの今日、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか語ることができないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けのですね、専門ブランドに関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信をやっています。皆さんのご質問にですね、直接答えながらワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画じゃなくてですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をですね、ほぼ毎日投稿しています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家もですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっているので、こちらも気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。